大塚ホールディングス、大塚製薬大塚製薬株式会社は、医薬品、食料品の製造を、販売をしている企業である。本社は、東京都千代田区神田市町にある。1999年から、持ち株会社大塚ホールディングスが設立される2008年までの、約10年間、大塚製薬工場、大砲薬品工業、大塚科学、大塚倉庫、大塚食品、 アース製薬など国内21社、海外27社に及ぶ大塚グループの中核企業であった。疾病の治療を目指し新しい治療薬を提供する医療関連事業と家庭用医薬品、健康食品、飲料などの企画、開発、販売を担うニュートラシューティカルズ関連事業を会社の柱とする。家庭用医薬品、オロナイエイチナンコーの 発売元でその名を知られ、以後、ビタミン入り炭酸飲料、オロガミンシードリンクや、スポーツドリンク、ポカリスエット、栄養食品、カロリーメイト、ソイジョイなどの企画、開発、発売で、製薬会社の域を超えた事業を展開している。家庭薬だけでなく、創薬や、再生医療など高度な研究開発にも力を入れている。企業理念は、世界の人々に貢献する。 革新的な製品を創造する。この言葉には、自らの手で、独創的な製品を作る、健康に役立つ、世界の人々に貢献するという思いが込められている。本社事務部門が入居する、品川グランドセントラルタワー、大阪本部大塚製薬の主力商品、一般用医薬品食品、飲料スキンケア用品医療用医薬品、ムコスタピロリキン検出のための尿素コキテストキット、 左側が、検査薬、右側が、古希回収パック。他、多数特に記述のない番組は、日本テレビ系、など。なお、事務機器販売の大塚商会家具小売業の大塚家具はいずれも、大塚製薬グループではない。特に大塚家具に関しては、かつて、大塚科学グループも、家具事業を営んでいたため注意を要する。また、 大塚 HD の主要株主である大塚アセット株式会社大塚エステート有限会社は大塚家の資産管理会社でありグループ会社には含めないありがとうございます